スタジオリバーサイド。はい、どうも、ね、こんにちは、竹下敦です。暑いですね、いきなり4月22日になっていきなり暑いです。もういきなりもう T シャツです。今日ね、ちょっと買い物に行ってきたんですけど、じゃじゃんじゃん、これフライパンなんかのペロって返すやつですよね。でね、これ樹脂なんですよ。で、素材がね、ナイロンなんですよ。で、フライパンサクってやるやつだなと思いながらレジまで行ったんですけど、お店のお姉さんに、こうやってフライパンこうサクってくるってやるやつですよねって聞いたら、お姉さんが、そうです、フライパンをこうくるってやるやつですってこう確認取ったんですけど、これでやっぱり焦げないっていうか溶けないんですかね。ちょっと今日早速試してみようと思ってます。で、もう買ってきたのはね、これ菜箸、これ菜箸いらないだろうと思って、結構古かったんで捨てちゃったんですけど、やっぱりね、焼きそばとか作るときに麺をこうほぐしたりするときにね、さすがに火傷しそうになったって、火傷しました。必要ですね、菜箸。そんな感じで、あともう一点はね、大変申し訳ないことに、小山台の図書館でお借りしてた楽しい子供の歌、こちら今日返却に行ったんですが、次の方が待ってなければ連続して借りられるんですよ。で、もし次の方お待ちでなければこのまま続けて貸していただけませんかって申しましたところ、ちょっと苦笑いをしながらどうぞと言っていただきました。ありがとうございます。ということで、ちょっとこの楽しい子供の歌の中からも何曲か歌ってみたいなと思っております。やっぱり子供に人気が出ないとね、ダメだと思います。そんなわけで、暑いですね、皆さん、こんな時期ですけど、熱中症にお気をつけくださいませ。それでは竹下敦でした。